深井出ジュニアチャンネル始まりました。深井出ジュニアチャンネル、深井出ジュニアです。村井田さん、今日は4月の頭です。春雨っていうのかな、雨が続いてて雨ごとに暖かくなっていい気候です。だから今日はちょっと遠出したいと思います。ごめんな、留守番しといてな。それでは今日も最後まで、動画お付き合いください。それでは今日も始めましょう。スカイデジュニアチャンネル、バモスアミゴス。
飲みサーバということで、すいません帰ってきました京都から。本当はね京都の嵐山を散策した後に河原町に移動したんですよね。で河原町に移動して、村下さん、はい、ただいま、お留守番ありがとう。うん、寝たらここねえへん。おう、で嵐山を散策した後河原町に移動して、河原町でね僕今回の旅のオチを取ろうって思ってたんですよ。そのオチっていうのはね、まあ今説明すると、河原町の鴨川、僕鴨川が大好きでね、鴨川沿いの景色と鴨川の音が大好き で、鴨川って有名なデートスポットじゃないですか。均一にカップルが座ってて、ね、時間を楽しんでる、デートを楽しんでる、あの空間にこんなね覆面かぶったおっさんが急に現れて、じゃあ京都名物を最後飲んで終わるっていうね、そういうオチをね作るためにね、こういう京都レモネードっていうのを家の近くのスーパーで買って持って行ってたんですよ。でも河原町に行くと、もうおのずとね三条の方に歩いてました。でなんで三条やねんっていうね話をするとね、朝 X を開いたんですよね、京都に向かう前に。そしたら僕の大好きな大ファンのね、これも選手名鑑にも書いてるんですけども、オカルトコレクターの田中俊之さんの投稿が目に入って、京都の三条ピースホステル三条で今日はイベントをしてる、しかも最終日で在労もされてるっていうことで、これあれやん、俺京都行く日に田中さんもそうやってイベントをされてるって、これ行かなあかんやんと思いつつも、でも京都のその地理に全然詳しくないので、いや多分もうさすがに行かれへんやろうなって思ってたんですけども、もう僕河原町に着いたらピースホステル三条探してましたね。で道に迷いながらなんとか到着して、そのギャラリーに、展示会場に行くとすごいね呪物とか飾られてたり、なんていうんやろ浮世絵かな、当時の江戸時代とかの浮世絵も展示されてたりで、すごくいいねイベントでした。
で、そのイベント会場の中をね、もう目で追うんですよ。あ、田中俊之さんどこやろうと思って。で、田中さんおられなかったんですよね。でもこのパッと目についたのが、文様作家で有名なアプスー修正さんだったんですよ。で、わー、アプスーさんやなと思って、アプスーさんが話してきてくださった時にタイミング見て、田中さんって在留されてないんでしょうかって聞いたら、すごくね、アプスーさんご丁寧に対応してくださって、もうそれもめちゃくちゃ嬉しかったんですけどもね。アプスーさんのかっこよさでオーラも半端なかったっす。で、しばらくすると田中さん外出先から帰ってこられてね、もうそれをね、僕見た瞬間、目が合った瞬間、めっちゃ、うわ、田中俊之さんやってなって、その時のね、僕の驚いた表情、もうね、まあマスクマンやから無理なんやけど、みんなにね、この素顔見せたいぐらい目まん丸だったと思います。あ、で、少しお話しさせていただいて、もうその間ももうむちゃくちゃ嬉しい貴重な時間だったんですけども、もう僕舞い上がって調子乗って嬉しくなって、田中さん、すいません、動画撮らせていただいてもよろしいでしょうかって言ったら、もう田中さん、さすがですよね、心よく、いいですよって言ってくださって、撮らせていただいた動画がこちらです。ちょ待って、え、ちょ待って、田中俊之やん、不思議大百科で有名な。どうも、オカルトコレクター田中俊之です。これ何持ってんの、田中さん。これね、スカイデジュニアさんのステッカー。マジで？皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。ポジティブ。ポジティブ。ほんなん、辺の人。ゲタさん。辺の人にも言うといて。ゲタさんにも渡しております。私、田中さん。愛してます。ありがとう。ですか、この田中さんの優しさ、めっちゃすごいでしょう。終始ね、笑顔でね、本当にもうめちゃくちゃ嬉しかったです。田中俊之さん、本当にありがとうございます。はい、で、ここで一つ謝罪させていただきたいと思います。せっかくのイベントで皆さん楽しんでおられる中、あんな大声出して突然撮影させていただくことになって、本当にご迷惑をおかけしました。で、僕みたいな男が田中俊之さんにあんな偉そうな喋り方して、聞かれててご気分悪くされる方も多いと思うんですけども、本当にそれはお許しください。僕がカメラ回してて一緒に撮れない中、いかに僕の喜びテンションが上がったのを伝えるか、そのためにあんな喋り方になってしまいまして、本当にすいません。もちろん下駄花尾さんのことも存じ上げておりますし、不思議大百科、そして火葬場祈願も楽しく視聴させていただいてます。で、田中さんってほんまに素晴らしいなって、改めて素敵な人だなって改めて思ったのがあるんですよね。その一つに、もうね、素性の知れないプロレスラー、初対面のプロレスラーのお話をずっと目を合わせたまんま聞いてくださるんですよ。でもその上に、ほんまにもう目をずっと見たまんま田中さんからもお話ししていただいて、すごく優しい人だなと、もう人間としても憧れましたね。本当にもう田中さん、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。はい、というわけで今日は京都嵐山を散策した動画と、オカルトコレクター田中俊之さんにお会いした時のお話をさせていただきました。今日も最後までどうもご視聴ありがとうございます。そろそろいいお時間なので、この辺でおいとまさせていただこうと思うんですけども、終わる前にぜひぜひチャンネル登録、評価、コメントよろしくお願いします。いや、もう本当にもう田中さん、アプスーさん、お世話になりました。本当にありがとうございます。それではまた次回動画でお会いしましょう。アスタルエゴーって言いたいんですけども、今日はポジティブ。